9月15日シュートボクシング後楽園大会三大タイトルマッチ決定。 SB 日本ライト級王座決定戦、階級をアップし2階級制覇を目指す村田清明が登場。争うは19歳のニュージェネレーション西岡蓮太。 SB 日本スーパーフェザー級王座決定戦、1階級下の王者を倒しさらに2階級制覇を目指す深田和樹。このテクニシャンと王座を争うは17歳上田和也。得意の蹴りがはまれば最年少での王座体感も見えてくる。 SB 日本フェザー級王座決定戦、シーザージム期待の笠原博樹が王座取りに挑戦。ベテランファイター元気と雌雄を決する。果たしてどちらのベルトへの思いが上回るか。他にもカイトの出場も決定。豪華ラインナップの後楽園大会をお見逃しなく。